聞いてもいいですか？何かね。あなたが命を懸けてまでしたことは無駄に終わりそうだ。情報は操作され、人間とグールは元のまま争いを続ける。全く無駄だったとは思わんがね。命を懸けただけの見返りはありましたか？知らんよそんなもの。自分がそうしたいと思ったからそうしたまでだ。必要かね、命を落とすのに理由が。そういうものに出会ったことないわけではあるまい。君がこれからしようとしていることを手を貸そうか？え、僕がこれから何をするかなんてあなたにわかるんですか？ああ、その代わり私の願いを聞いてもらうけどね。赤眼の王を殺してくれ。よし、行きましょう。まずい。あれは殲滅する。てっ。
よし。まずい。壊す必要があるみたいですよ。慎重に進もう。嫌な予感がする。この先に通すんじゃないぞ。次の一手に。行きましょう。僕の勝ちだ。Cut.
ん？探さないと。いいね。よし。
行きましょう。次の一手に。遅くなってごめん。ここから出よう。どうして？あなた捜査官でしょ。また同じこと繰り返すの？これが僕の最後の仕事だ。僕はひなみちゃんを助けて有馬さんに殺される。なんでやねん、なんでや、なんでや、おう、なんでや。面倒ですが、立場上戦いますね。アヤト君。ああ。金木、後でね。きついな、トウカちゃん。後でなんて、あなたは戸惑いも躊躇も見せない。有馬さん、本当は戦いたくないです。僕だけですか？フクロウの確保から作った食い逃げ、使うのはお前が初めてだ。行くぞ、金木剣。そこ。
本気で手を合わせるのは初めてだ。真面目にやれ。どうする？また死ぬか。少しはやる気になったか。真面目にやれ。お前に払った時間は無駄だった。トーカちゃんたち、ちゃんと逃げられたかな。もういっか。おい、もういっかじゃねえよ。ヒデ。僕さ、君がいないと寂しいよ。ウサギかお前は。お前は生きる理由が見つからねえだけだろ。んなもんすぐ見つかるって。ほら行けよ。せっかく拾った命無駄にすんな。誰かのためにかっこよく死ぬだっけ。俺はさ、あの時お前と生きたいと思ったんだぜ。
聞こえるまで言ってやる。格好悪くても生きろ。終わりです。勝負はもうついている。こんなこと虚しいだけだ。敗北か。最後にもう一度聞く。本当にとどめを刺すつもりはないんだな。気持ちは変わりません。わかった。聞け、金危険。赤眼の王を殺してくれ。お前が俺を殺したことにしてくれ。有馬さんが赤眼の王。頼む。お前にしかできないことなんだ。わかりました。僕があなたを殺した。ありがとう。ずっと嫌だった。奪うばかりの自分がやっと何か残せた気がする。